はい、というわけで第8弾ハンダ付けですね。モールドを使うランプを作るにあたってこの作業方法の説明もしておいた方がいいよなと思ったんで、ちょっとこのタイミングにはなっちゃいましたけど、急遽ちょっとこの説明をしようかなと思いました。今回ですね、ランプ作りの1から10までっていう見せ方なんですけど、動画でね皆さんに説明しながら見せなきゃいけないで、いろいろ考えたんですけど、そういう場合ってどうしても作業を一つずつこう区切って紹介していかないといけなかったんですね。ガラスカットをします、終わったらルーターで削ります、終わったら確認します、テープ巻きますっていう一つずつね。ただ人によってはここまで作業終わったから次この作業をって言って区切ってやった方が作業しやすい人と、全体的に全部ある程度まで作業を通しでやった方がやりやすい人がいると思うんですね。ちょっと手短に簡単に説明しますね。ガラスカットはカットでいいです。全部切り終わってって言ってカットが終わったでいいです。で次ルーターで削りました。で削り終わったらモールドに一回貼って形を確認した方がいいですよ、大きさを確認してくださいね。でテープを巻いてもう一回モールドに貼ってハンダ付けっていう風に説明をしてました。でもできる人はガラスのカットが終わった後、型紙にそれを一旦並べます、ルーターを置いて横にモールドも置いて、型紙からガラス取ってルーターで削ります、削った後型紙に置いてガラスの形大きさをチェックするんではなくて、削ってるのと同時にモールドに合わせます。でまだ大きいわジューって吸って、で大きさ合わせます。だから型紙のそのピースの線じゃなくて一つずつ削ってモールドに合わせて削って形を合わせると、でその一連の作業をやると削った段階でモールド最終的に貼り付ける型にぴったりなんで、後で合わないとか大きすぎる入らないってことがまずないんですね。その作業が一番おそらく効率的だし失敗が少ないし、後でまたちょっとやり直さないとっていうことがまずないんですけど、自分の作業スペースが結構広く取れる人、あの型紙にガラス並べてて置いとかなきゃいけない、ルーター置いとかなきゃいけない、その横にモールドをドーンって置いとかなきゃいけないっていうスペースを取れる人じゃないと全部並べては作業ができないじゃないですか。で逆に作業スペースが小さくて一つ一つの作業しかできるスペースがないっていう人は、正直このやり方はちょっと厳しいんですよね。でもう一つね、欲を言えば今日はここまでだって言って作業終わるときにその状態のまま片付けなくてもいい人、これが本当は理想ですね。一連の作業をするにあたってモールドに書かれてる大きさと確認しながらルーターを吸ってます、でも一つずつ時間がかかります、今日はもう終わりだなと言った時に、じゃあ全部また片付けてってやると、あれこの間どこまで終わらしたっけとか、まあ、ちょっといろいろねあるので、理想は今日はここまで、じゃあこのまま置いて、まあルーターのビットだけちょっと洗ってほしいっていうのはあるんですけど、このまま置いて次の日とか 2,3 日後またその状態で続きできる人とかは一番やりやすいかなと思います。ちなみに僕はできません。あの仕事場なんで、あの場所もすっごい狭いですし、あの木の板のスペースぐらいしかスペースがないです。だから毎回毎回作業終わったら片付けて、また作業するときに全部出してきてってやってます。そんな人はちょっと一連の作業をっていうのは難しいかもしれませんけどね。なのでまあ僕が今まで紹介したカットはカットで終わって、でルーターで削るのは削るで終わって、モールドに確認は確認で終わって、テープ巻きはテープ巻きで全部やって、でもう一度モールドに貼り付けるっていう一つ一つの作業を区切る方法も一つのやり方ですし、今説明したガラスカット終わりました、でルーターで作業するときに型紙の大きさ通りに削るではなくて、もうその時点でモールドの大きさに合わせて削ってみて削ってみて OK でルーターの削りをするっていうね。それが終わったらまた全部テープ巻いて、で次モールドに貼り付ければ大きすぎるってことがまずないっていうね、その作業の方法もあります。今回はそっちの一連のっていう方の紹介は動画でできなかったんですけど、自分ができる範囲でどっちの方がやりやすいかなで選んでもらえれば大丈夫と思います。もちろん自分が通ってる教室ではこういうやり方で教わってますっていう人はそれで問題ないです。
ということで、ちょっとまた説明が長くなっちゃいましたけども、結局ね、このモールドを使って作るランプって型紙の平面の時とこのモールドのこの曲面、ここの面では本当に大きさが合わないことが多いので、ここに貼った時に合わない、ずれるっていうのは当たり前のことなんですね。そのことをちょっとこう理解した上で、ガラスのカットっていうよりもルーターでの削りをこう行わなければいけないと。あの一概にね、ランプって言ってもあのこういう感じね、とかまあこんな感じ、こういうランプって六角形だとか八角形だとかなんですけど、結局この一面を台形のね、一面だけを平面で作って、それを六角形とか八角形に合わせるだけなんで、まあ完成形はランプですけど、ある意味平面で作ってるっていうものになっちゃいますよね。これちょっと極端な例えなんですけど、これね、平面だとぴったりなんですよね、これね。ですがモールドね、曲面に置くとこれがこうなるんです。こういう風になっちゃうんですよね。ここ隙間できてますよね。でもっとね、ピースが大きくなったり長くなったりすればするほどこうぴったりなのがこうなるんです。で、わかります？ここの隙間がね、すごい大きいんです。ね。曲面に貼ると、こういうことが必ず起こります。なので、まあ、平面だったらね、ここをハンダすれば OK です。これで OK ってなっちゃうんですけど、やっぱりモールド使った立体面だと、こうやってずれたところ、ここも、ハンダで埋めないといけないと。まあ、ハンダで埋めるというか、ごまかすというか、ごまかすは違うか。まあ、その辺が平面だけで作るものと、モールドを使った立体面との、注意点というか、まあ、テクニックというか、まあ、大きな違いというか、まあ、そんな感じです。ああ、もう結局ちょっと説明しなきゃと思ってると、またハンダできなかった。次回はハンダ採用に入っていきます。よろしくお願いします。